い、どうもこみです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、先日ですね、ソケさん、美女と愉快な仲間たちというね、クランにいらっしゃるベルギー在住の方なんですけども、ドイツまでね遊びに来てくださいました。で、一緒にちょっとね、久しぶりにこう飲みに行ったんですけども、楽しかったですね。本当にもう時間が経つのも忘れて、結構ベロンベロンにね酔っ払ってしまったんですけども、本当にね、もうお土産までいただいても本当に気遣いしてもらってありがとうございますというところなんですけども、本当にやっぱこういう関係が広くて、いろんなね、方とこう電話をつないでくれながら、二人だけではなくてね、このオンラインでも楽しむことができました。まあ、てるてるさん、ぜひね、お話ししたかったんだけど、ちょっと時間が合わなくってできなかったんですけども、あんたが大将さんとですね、あとはしげさんとお話をさせてもらいました。楽しかったですね。本当にまたぜひやりたいなというふうに思いますけども、日本でもね、またこう皆さんとお会いできる機会があったらまあいいなというふうに思ってるんですが、さて本日のですね、メインの話は早速いきたいと思います。本日はですね、ラバルのねお話をしていきたいなというふうに思います。で、こちら、ですね、AB さんと TH コンプリーターさんの、フレンド戦の中からちょっと、何本か動画をピックアップしたいというふうに思うんですけども、今、天才ラバルというね、ライトニング使ったラバル非常にまあ強くなってます。で、これ、まあ、ホグライダー使ったかも、いろんなね、もう天才に関してはもうイエティからディガフンからいろいろあるんですけども、まあまあ、ラバルをね、やっぱ使いたいって人も多いと思うんですよね。でも難しいっていうふうにやっぱり第一印象、結構皆さん感じてる方多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういうね、のが実はまあ当然私にもあって、どうやったら簡単にね、これができるようになるのか、いつも考えてます。まあ、そういうところでですね、本日、合計3本動画見てもらいたいんですけども、ラバルを簡単に回すための、攻め方というのをね、ちょっと皆さんと一緒にこう考えていきたいなというふうに思います。まずはミダゴグさんですね。もう毎度おなじみ的な感じで、私がこうね、動画を出すと結構ミダゴグさんの動画が多いんですけども、TH コンプリーターリーダーですね。うまいんですよね、本当に。で、ですね、この攻め方の特徴っていうのは、ヒーローパートで、ここを折っていく。ここを折っていくですね。ヒーローとかキングと、まあ、クイーンか。で、ここを、ロイヤルチャンピオンで折っていくんですね。でもって、ここに対しては、ボマをこう当てます。今、突破感になってますけど、これがボマに変わるんですね。こんな感じで処理していってですね、結局、いかにしてこういう直線ルートを作るかっていうのをね、すごい意識して多分攻めてらっしゃるんだろうなというふうに思います。で、私このね、天才戦術、ライトニングを使った戦術で何が一番、いいかって、おそらくですね、こういうふうに直線ルートが作りやすいことなんじゃないのかなというふうに個人的には思ってます。で、逆にこ、その直線が作れないと、私みたいな、まだまだですね、技術的にそんな高くない、プレイヤーは、そう簡単にラバルができないんですよね。まあ、なんで、自分はですね、直線ルートが作れる場合には、それを狙って、スーラバ、まあ、スーサイドラバル、こんな風に、序盤ヒーローパートを展開しながら、後半、ラバルを回していくっていう攻め方をするんですけども、それができないという場合においては、もう、クーヒディガフとか、そういう別の戦術には、だいたい切り替えるように、してますね。まあ、そのが安牌なんですよね。まあ、間違いがないというか。で、まあ、今回ね、ちょっとその話を、序盤していたがために、このですね、直線を作る一番大事な工程のところ、お話できてなかったので、それをですね、ちょっと、やっていきたいと思いますので、もう一回ね、これ前回まで伸びた後、リプレイ見直していけたらなと思います。簡単そうに見えますよね。バルーンたちがこう束になって動いているじゃないですか。で、当然この束にして動かすっていうのは、まあ、どんな場合でも基本、まあ、そうだと思うんですよ、バルーン使う場合には。だけども、それができないと。なんでできないのかっていうと、バルーンのルートを作るのが、まあ、難しいからだったと思うんですね。で、その出来上がったルートにも、ホグライダーと違って、すごい緩急がつきやすいじゃないですか、バルーンって。到達したら一気にドーンと落として爆弾をですね。で、しばらくしたら少しこう止まって、また落とす。で、
ヘイストを使ったらホグライダー以上のスピードで一気に加速していっちゃうっていうので、全体のコントロールをするのがね、すごく難しいんですね、バルーンって。バルーンのその、部隊が2つ3つに分かれてきちゃうと、どういう風にそのお互いにこうね、サポートし合って全体のその部隊を進めていくかっていう、その、回し方が本当に難しい。なので、じゃあ回すんじゃなくてもう直線に走らしちゃえばいいんじゃないのっていうのが、やっぱね、今回話したいポイントです。で、一番やっぱりそれが楽にダバルができる方法かなと思うんですけども、今回のケースで言うと、これですね、ポイントが2つあって、1つは、これタンホール周りの火力を一気に落とすことができたってことですね、ここ。の、クロスボウが2本と、クランジョーが、落とせたので、円くんとクロスボウが出てきませんよね。そうすると、バーバリアンキングを盾にしながら、アーチャークイーンが入っていきやすくなるんですね。で、自分もですね、何度かこういうのを多分、やっている中で、分かってきたのは、ババキン、アシャクイだけで、1層内側、壁の1層内側くらいにある、タウンホールだったらギリギリ落とせるかなっていう感じです。今回みたいにアイスゴーレムなんかこう入れたらもうなおさら間違いないですね。で、これババキンおそらくね、これ反対方向に逸れちゃったんですね。完全にこれは多分ミスで、ババキン本当は、すいません、こっちにこう歩かせるはずだったと思います。これが、変な方向いちゃったがためにアーチャークイーンがここで、タウンホールをギリギリ壊すっていうところまでしか伸びなかったというところですね。残念ながらこれで投石機に落とされちゃいました。これ多分、ババキンがちゃんと、予定通り3時方向腰の方向にこう歩いていっていれば取れたでしょうね。で、あとはロイヤルチャンピオンなんですけども、ロイヤルチャンピオン、この投石機をしっかり狙ってますね。ここに関しては結構ギリですよね。これはどうなんだろう、壊せなかった場合でもおそらくボマーを使って落とすつもりでいたんじゃないのかな、っていう気がしますね。おそらくこれ、とっさのボマーなんですけども、なんていうのかな、突撃艦で本当はここの、アーチャークイーンのところに、なんだ、突破兵器を入れていって、中に入ってるドラゴンとストライカーでアチャクイーンを処理するっていう多分プランだったと思うんですよね。なんだけども、それがちょっとうまくいかなかったんで、ここが残っちゃったんでね、ボマーを使って、突破していったっていう格好に今なるんじゃないかなというふうに思っているんですが、いずれにせよですね、見るべきポイント、だって練習する際に気をつけるべきポイントっていうのは、意識すべきポイントっていうのかな、相手の、クランジョー、宝石機、この辺の施設っていうのをバルーンを出す前にいかに潰せるかで、それを潰しながら直線のルートが描けるかどうか、それをやっぱ見るのが、ね、重要なのかなというふうに思います。で、今回のようなケースで言うと、それをどういう風にやっていくかっていうところがまたこれポイントで、ユニットをジャブジャブ使っていってわけじゃないと思うんですよね。バーバリアンキング、ダージャークイーン、ロイヤルチャンピオン、基本的にはこの3体のユニットを使って、今のような施設を壊せるかどうか。で、それを壊しながら直線のルートですね。今回で言えばこういうルートが作れるかどうかっていうのが非常にポイントです。だからここのところを、ババキンとアチャクイとロイヤルチャンピオンで壊せるかどうかってことなんですよね。で、壊せた場合には、あとは、ロックボマーないしは、突撃艦でもいいんですけども、ラバルパートに混ぜてしまえばいいし、で、壊せなかった場合には突破兵器を使って今の仕事をやらせるというのもですね、当然一個の手段になってくるかなと、というふうに思います。なので優先順位的にはヒーロー、グランドオーデンを除くヒーロー3体で、今の投石機と、タウンホールを、壊しながら直線のルートが作れるかどうかで、もしもそれが厳しい場合っていうのはロックボーマーなり突撃艦 などを使って、さらにそのヒーローパートのサポートをして、ルート作りに役立てるという考え方になってくるのかなというふうに思います。なんでね、今多分とっさにボマーに切り替えただろうと思うんですが、そういう臨機応変な対応っていうのは、今のようにね、ルートが作れなかった場合には思い切ってやるべきかなと思います。もう、自分もそうなんですけども、ルートが作れない状態でラバルを回すと、もう悲惨な目にしかならないので、これはですね、あんまり無茶をしない方がいいところかなと思います。でですね、もう一本見てもらいたいと思います。ディーディーさんですね。で、こちらに関しては、突破艦を使った、スーサイドラバルになります。で、これもライトニングですね。で、直線をどう作るか見ていってほしいと思います。見ておってほしいとか、答えを言うとですね、突破艦でこのタウンホールを潰していくんですね。で、ババキンと、クイーンを使って、この辺の施設っていうのをこう、がっつり削っていきます。ここまでいかないか、この辺ですね。この辺までこう削っていきます。ここは削れない。すいませんでした。ここを削っていくんですね。
で、ロイヤルチャンピオンを使ってこの辺を削っていく。で、残った直線ルートってのがこんな感じです。ここに対してバルーンを回していくっていう、こんな感じですね。で、今回の場合で言うと、さっき言ったですね、ババキンとアチャクイ、だけではなくて、突破兵器も使っていってます。で、こういうふうに壁のですね、まあ、2層内側ぐらいに、こう、タウンホールがある場合っていうのは、なかなかこれをヒーローで壊すのっていうのは難しいなっていうふうに、まあ、個人的には思います。まあまあ、ここのね、壁のこの空白地帯、ここに、アチャクイを入れるっていう手もあるんですけども、ここにね、ここに入れるっていう手もあるんですけども、まあ、どうだろう。それやっちゃうと多分今度ルート作りが苦労しちゃうと思うんですよね。そういう場合には、突破管をこうね、中に入れていくっていうのが多分、スムーズで、中に入っている、スニークゴブリンとラバーハウンドを、こう使いながらですね、タウンホールを落としつつ、そのまま、ラバルに展開に入っていくという形にします。そうすると、もラバル回しはもう直線でしかないので、もうゆっくりゆっくりですね、バルーンがもう黙ってもタワーになるというところなので、それを追っかけるように、グランドウォーデン、あとはガーゴイル出していくっていう感じになりますね。で、まあこれ当然ですね、言うはやすしてやるのは難しいっていうのもあるんですけども、なんていうんですかね、練習するときにどこに気をつけて練習すべきなのかとかいうポイント、まあ、そこですよね、が、ちゃんとですね、分かってるのと分かってないのとでは、もうその練習の結果が成功するか失敗するか、まあ、その成果の出る練習になってるかどうかって、ね、非常に怪しくなってきちゃうので、そこはですね、ちゃんと、間違えずにやってもらうといいのかなという気がします。で、今回ですね、完全にフリーズとヘイズと打ち間違えちゃってるんですけども、じいさん。まあ、それでも、バルーンのルートがしっかり出来上がって、まっすぐになってたので、そんなにですね、致命傷にはならず、なんとか、巻き返したっていう感じですね。宝石にフリーズかけるつもりが閉塞かっちゃってましたよね。これは多分、ご本人相当慌てたと思うんですけども。まあ、それでもこうね、直線ルートがいかに作れるか、というところを意識しながら、序盤のパートを展開していくと、いいっていうことですね。で、ここね、もう一回言うと、ここですね。クイーンとキングを使って追っていくと。で、こっち方面に関しては、ロイヤルチャンピオンと、あとは突破管を入れていくっていう感じですね。そうすることによって、全体のルートを直線的にしてバルーンを流していく。だから、これをですね、もう自分で何度もやってみて、これは、ババキン、クイーン、ロイちゃんで直線が作れるな、なのか、それともこれは無理だな、なのか、というところはもう肌感覚で掴んでいくしかないです。これはいくらですね、多分動画見ても、できない人は練習せずに多分できるものではないですね。どれぐらいユニットが伸びるのか、で、ユニットがどっちにこう歩いていくのかっていうね、そういう、判断だったり、まあ、そこに含まれているリスクとかっていうのを、把握しながらプランを練るには、もう何度も練習するしか、これは本当ないと思うので、近道がね、ここで言えればいいんですけども、まあ、ちょっとそれは、何度もね、トライアンドエラー頑張ってみてもらえたらなというふうに思います。ただし、練習するときのポイントは、今言ったようなことですね。壊すべき施設を壊しながら、直線ルートをいかに作るか、そこをちゃんと意識しながらやるといいのかなというふうに思います。ラストですね、キイタチさんの今度このアタック、クイヒーラバルってやつですね、これ見てもらいたいと思うんですけども、今度はですね、L 字のプランになります。で、 L 字の、まあ、難しさっていうのをちょっと見てほしいと思うんですけども、ここに関してアーチャークイーンのクイヒーで削っていきますね。で、バルーンたちをこんな感じで流していくんですね。で、そういうプランになってるんですけども、非常に難しい、その、なんていうかな、その場その場の判断を求められるというところがあります。ちょっとね、それが分かればなと思って、こう、取り上げたいんですけど、まずは、これ、バーバリアンキングで、相手の、ロイちゃんとキングを、ストライカー加えて処理します。これはうまいですね。この後、ババキンすぐに落とされてはしまうんですが、相手ヒーロー2体をこういう形でね、倒すことができるっていうのは、結構大きなアドバンテージですね。クイヒパートで使うレイジの呪文を1枚減らせたりもするので、でかつこれ援軍をうまいこと釣り出してくれたので、何せこの処理が食い火で序盤できてしまうっていうのは美味しいですね。で、高火力帯でこれを処理するとなると結構きついので、ババキンで相手のロイちゃんキング処理しながら援軍釣り出すっていう、このテクニックが本当にうまいなというふうに思いました。で、その後、やっぱりですね、相手のストライカーがいるとだいぶクイーン削られますよね。がっつり削られちゃうんですが、ちゃんとフリーズと
アイスゴーレムかな、アイスゴーレムとポイズンレイジェを使って挽回していくという形ですね。やっぱりストライカーがいると呪文の枠数がだいぶいる。で、さあここからですね、ちょっと忙しくなってきますが、ですね、まずはこの、投石機だったりイーグルホワイトのアーチャークイーン、この辺りっていうのを、アーチャークイーンの食い火で攻めていくんですけども、投石機のターゲットをアーチャークイーンが取った段階でバルーンスタートというところですね。こんな感じで、その後は、ラバーハウンドとバルーンをこう、ね、展開していくわけなんですけども、ロイヤルチャンピオンでここの処理をしてますね。この辺の処理、ここのところで、そうすることによって少しでもバルーンが直線的にこう流れるように、まあ、そういう意図があると思うんですけども、ですね、もうすでに始まっているんですが、バルーンたちの動き見てもらいたいと思います。これがですね、結構ね、この後ばらけるんですね。やっぱコーナーを曲がるっていうのは何をするにしても難しいことみたいで、バルーンたちがこっからタウンホールにこう反応してこっちに行っちゃって、で、別のバルーンが、シングルインフェルノに向かって、で、横からさらにこうバルーンを出してくって、もう完全にバルーンが3部隊に分かれちゃってますよね。で、その曲がり方っていうのは、これだけ、スタッフさんみたいにうまくですね、曲がり方を決めてもこうなってしまうリスクがある。っていうことからすると、これもう本当に紙一重で、ちょっとね、ミスったらバルーンが全部落とされて、あわや、事故っていうことにもなりかねなかったんですけども、今回は、なんとかですね、バルーンが、ラバパピー盾にしながら、対空砲を壊して、最後まで伸ばしてくれたというところですね。まあ、こんな感じになります。だから、なんていうんですかね、その直線プランっていうのが、やっぱり、練習する上で楽だと思うんですよね。今みたいに、その、曲がり角のあるラバル回しっていうのは、当然練習すればできるようになると思うんですけども、それでもやっぱりミスる要素っていうのがそこに出てきちゃうと思うので、であればまあスーサイドパートなどで、天才が使える場合はですね、特になんですけども、直線のルートを作ってからまあラバル回すと、まあ、天才が使えなくてもそういう直線ルートが作れるんだったらラバルやってもいいと思うんですけども、まあ、私の場合は結構陸主体なので、まあそこまでしてラバルにこだわる場面ってあんまないのかなと思って、まあそういう方をしてます。まあラバルとかを専門にしてる方っていうのは、別にライトニングが使うポイントなかったとしても、まあ、従来のその突破艦のライドラーバルーンから、ヒーローパートで直線作るとか、まあ、そんな風にね、して攻めていくっていうのは、まあ、全然ありかなという風に思いますので、まあ、いずれにしても練習するときですね、バルーン出す前に、いかにバルーンのルートの直線ルートを作るか、まあ、そこを意識しながらやってみるとですね、結構、練習の成果っていうのが出やすいのかなと。というふうに思います。まあ、ちょっと今回ですね、かなりこの1点に集中してずっと話をしてきましたけども、まあ、それぐらい重要なことだと思うので、ぜひ、ラバルをやってる方はもちろんですね、これから、ま、ドラバルを始めた、やってるけどもうまくいかないという方の参考になれば、というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。はい、ではですね、ぜひこれ参考になったという方には、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、今後ですね、まあ、こういった、ワンポイント解説できる動画を上げていきたいと思いますので、ぜひ、ご視聴いただければ幸いでございます。またですね、TH コンピューターさんもおそらく AB さんもですね、私も、関西クラクラクラブでそれぞれ対戦も当然したことあるんですけども、みんなね、こう上手くてですね、気さくな方ばっかです。まあ、これいつも言ってるんですけどね、あんまりなんか私の周りにですね、おすすめできないクラなんてあんまないんですよねどこも私がお世話になったクランはみんないいクランばっかなんですけど、で今回 AB さんの攻めあんま紹介ができなかったんですが、イエティを中心にやってらっしゃいました。ほとんどイエティでしたね。でそのイエティ攻めで多分その取りやすいところはしっかり前回取ってくるけども、対策がやっぱできてる村に対してはイエティだけじゃなかったか厳しかったというのが、まあこの結果を分けたポイントなのかなと思うんですが、陸士でそういうねイエティ上手くなりたいという方は AB さんに言ったらもしかしたらヒントがあるかもしれないですね。ぜひ、お試しいただければなというふうに思います。はい、ということで、最後ちょっと長くなっちゃいましたけども、本日この辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。